バファローズ対ホークスの17回戦、先制したのはバファローズでした。1回杉内を攻め、ワンアウト1塁2塁のチャンスにバッターは4番のローズ、センター前に弾き返しました。セカンドから大引きがホームイン、バファローズが1点を先制します。3回のホークス、ワンアウト2塁でバッターは1番の本田。本田の当たりはピッチャーを強襲、ボールはライト前へ転がってセカンドランナー森本がホームイン、ホークスが1対1の同点に追いついています。1対1の同点で迎えた6回、ホークスは小松を攻め、ワンアウト満塁のチャンス、バッターは代打の小西。小西の当たりはセカンドへの内野安打、これがタイムリーヒット、2対1とホークスが勝ち越しに成功します。ここでバファローズベンチは小松から清水にスイッチ、その清水から本田が詰まりながらセンター前に運んで3点目。さらに満塁のチャンスは続いて、バッターは3番の松中。清水のストレートを完璧に捉えました。ライト上段席への第20号のグランドスラム、7対1とホークスが大きくリードを取りました。7回にもホークスはランナーを置いてバッターは田上、3番手高木からセンターオーバーの第16号のツーランホームラン、9対1とホークスがダメを押しました。9回は杉内の後を継いだ2番手摂津が締めて9対1、ホークスがバファローズを下して、このカード連敗を2で止めて、勝った杉内は11勝目をマークしています。